ロビンソン図法による世界全図ロビンソン図法は世界全体を一枚の地図に収める世界地図に用いられる地図と英法。地球上の全域を平面で表現する際に生じる様々な問題を踏まえ既存の諸図法の設中によって妥当な表現を模索する中で編み出された図法である。ロビンソン図法は1961年に アーサー・ H ・ロビンソンによって完成され、1960年代以降、ランドマクナリー社の世界地図に用いられ、1988年から1998年までは、ナショナルジオグラフィック協会もこれを用いていた。ナショナルジオグラフィック協会は、1998年以降は、ビンケルズ法による世界地図を用いている。歪みを表現する低層の指示台を入れた。 ロビンソン図法の世界地図。ロビンソン図法は、成績図法でも、昇格図法でもなく、その両方の特性を規制にしつつ、妥協を求めた図法である。ロビンソンは、いかなる成績図法や昇格図法よりも、世界全体を把握するという目的から見て優れた、表現としてこの図法を生み出した。形線の湾曲は緩やかで、極端な歪みは生じないが、両極は点ではなく、 長さのある直線として表現される。このため、低位度では、面積、方位ともに歪みはわずかである。しかし、両極に近い高為度では、歪みが大きくなる。また、位線が平行しているため、高為度では、地図の両端に向かうほど、方位の歪みも大きくなる。ただし、これは、いずれの儀円島図法も抱える問題である。いずれにせよ、ロビンソン図法は、当時、 全世界を描くのに適した新しい図法を求めていたランドマクナリー社の意向に適合して採用された。この投影法は次のような表によって定義される。この表は井戸ごとの指標を打ち差し法によって示したものである。プレントある列は当該一リードにおける投影後の位線に相当する線分長を投影後の赤道に相当する。 中央四五線を起点とした線分長を単位とした時の比で示したものであり、プットフとある列は赤道から当該地リードまでの中央四五線における四五線高四五線証言を単位とした時の比で示したものである。表の右端の列は赤道におけるプレンチを単位とした赤道から各位線までの頭上プロット間隔を表し、これらは各地リードにおける フットフに0.5072を上ずることにより得られる。なお、すべての遺線は、掲線によって、等間隔に区切られる。ありがとうございます。